本日は芸能人のそっくりな親子について紹介していきたいと思います。それではどうぞ。浜ちゃんと浜岡本。そっくり、コピペだね。遺伝ってすごいね。生え際からもみあげにかけて髪の生え方がそっくり。本当だ。耳の形も、いい育ちしてる顔立ちと何より話してる物言いはお父さんと違う。でも、顔以外に息子は浜ちゃんの仕切り力と空気を読んで話す力が遺伝してる。ラジオ聞いたことあるけどめっちゃ物腰柔らかな人なんだよね。で、トークうまい。でも笑い方が、なはっはっはーで同じだった。浜ちゃんって出始めの頃可愛い系のファッションだったね。わかる、こういうやつね。アムラーに対して浜田って言われてた。エビスさん親子、父ちゃんの遺伝子強すぎ、ほぼ一緒。衣装揃えないで、歯並びまで似てる。双子を出してくるのはずるい。鏡見たことないんか？同じこと同時に言ったのかな。テロップがじわる。やっぱ、タクシーで吹き出した。富永愛と富永明継、息子もモデル。お父さんの遺伝子は？修正なしなら息子さんもかなりの小顔だね。弟と思ったら息子か。このすっきりした目のままでいてほしい。永瀬は父親にだと思う。レーサーだったんだよね。お父さん。藤原紀香。え、お母さんそっくり。何この絵本から飛び出したかのような人よ。のりか綺麗、お母さんもすごくお綺麗。実際会ったらビビるだろうな。ノリノリノリカが変装してるのかと思った。これは見すぎ。お母さんかなり背が高そう。美人親子。宮沢和史と宮沢日雄。お父さんのファンだったけど息子は生き写しみたい。似てるけどお父さんがやっぱ好き。私、日雄のがいい。若い頃のお父さんと目元がそっくりだね。お母さんの写真も見ると、お母さんの要素もしっかりあるんだよね。いいとこ取りとはこういうことなんだなぁと日雄さんを見ると思うよ。月で見ると骨格は違うなと。日雄はモデルって感じ。目、そっくりやな。体型は母方から、顔は父方からの遺伝子強いね。声も話し声はお父さん似てるしいいとこ取り。はいだ翔子さんとお母様。ああ、そっくり。綺麗だわ、ため息。説明がなくても、誰の母親かわかるってすごいね。そのまんま翔子お姉さん。これ、一切修正ないし、ほぼすっぴんだよね。どんだけ美人なんだ。そっくりすぎる。子供の頃を見るとお姉さんはお父さんに、翔子お姉さんはママに生き写し。お母様、お年をとってもめちゃくちゃ綺麗。ママの若い頃の服装が、どれも可愛すぎる。素敵なご家族だなーって眺めてたら、ふと右下の写真のウサギの風船に目を奪われたウサギの顔がじわじわくる。梅宮ファミリー。アンナさんってずっとお母さんにそっくりだと思ってたけど、お父さんにもそっくりなんだよね。着物でこんなに足長い人初めて見たよ。クラウディアさん、美人。そんなことより馬がいる。本当に、入学式、いや、どこよ、ってなった。入学式に馬来るってどういう状況？情報量が多い写真かな。アンナさんの小さい頃と娘さんもそっくり。むしろたっちゃんに、おじいちゃんの梅宮達夫の輪郭に、おばあちゃんクラウディアの顔。アンナはそのまんまクラウディアだけど、覚醒遺伝でおじいちゃん要素が出てくるんだね。小さい頃はおばあちゃんに似て、その後梅宮達夫に似て、また最近おばあちゃんに似てきた。覚醒遺伝強い。ビクトリア・ベッカムの息子。ビクトリア2だね、鼻の形が同じ。すごいね、ほぼビクトリア。ビクトリオって感じ。ベッカムの息子ってより、ビクトリアの息子っていう方がぴったり。中林美和と二重のリマ。お母さんもリスカオっぽい美人だね。全体的に似てるけど、特に笑った時の口角がクッと上がった感じがリマちゃんもお母さんも可愛らしい。両親とも長身なのにそこは遺伝しなかったのが不思議。顔はそっくりなのにね、サラブレッドだったんか。遠藤健一。え、本人じゃなくて。確か、遠藤健一さん本人もこの写真を見た時自分かと思ったって言ったんだよ。これはもう本人です。ヘアースタイルまで一緒。むしろ子供の頃の健一さんは今の面影全くないな。それ、なんかぽっちゃりだし親子に見えない。パパは肩着の人？笑った。クローンレベルで似てる。遠健さんモノクロ写真、と思ったら、子供が遠健なんだよね。中村獅童と息子、似てるね。長男はクローンの息、山田優母。山田優が弟の慎太郎を抱っこしてるのかと思った。キムタクと後期。これはすごい、まんまだね。親の名前を隠して芸能界デビューしても顔で秒殺でバレるよね。すごい遺伝子、これも。後期ちゃんはママ成分全くないね。キムタクのまんま女の子バージョン。この後期ちゃんめちゃくちゃ好きな感じだな。こういう路線行ってほしい。いい？髪質も似てるよね。笑った顔もそっくり。若い頃の写真と比べると双子みたい。若い頃、やっぱりめちゃくちゃかっこいいね。
コウキちゃんもお父さんとそっくりなんだけど、お父さんの方が美形に感じる。これはお姉ちゃんのココミちゃん、姉妹とも可愛いな。母ちゃんそっくりやな。えなりかずきの小さい頃にも似てる。随分髪にいろんなものつけてんね。やめてうっかり似てるにプラスしそうになっちゃった。親子違い、でも似てる。洋子さんが最近寄せに行ってる気がする。なんでメガネをお揃いみたくするかね、ますます似てる。森山洋子は荻のこと荻って呼んでて、荻は森山洋子のことをざわわって呼んでるって何かで見て笑った。徹子の部屋だったかな？森山洋子が孫のことを荻の子って呼んでいたのも笑った。直太郎も気づいたら荻が家に住み着いてたって言ってた。家帰ったら荻が直太郎のパジャマ着てたらしいね。それが嫌になって家出て引っ越したら、お隣が矢作が住んでたって。関根親子。これだけそっくりな父娘なのに、娘すごく可愛い。マリちゃんは関根さんの良いところだけを受け継いでるね。お母さんとも似たところがあるかもしれないけど。笑ったらさらに同じ顔になるよねー。ほんと親子って感じのー。マリちゃん可愛い。人柄がにじみ出てる。関根勤をアプリで女性にしたらマリちゃんになりそう。松たか子はお母さんにそっくり、清楚な和風美人だね。お母さんなのか、松たか子かと思った。わお。お母さん美人、お松は顔のパーツが母譲りででも顔の骨格全部お父さんなんだね。あんでまあ、美人さん。確かミス形容だった。お母さん、めっちゃ松たか子。お松と兄貴でウェディングコスプレしてるみたい。嵐の大野さんが子供の頃の写真。後ろにいるの、お父さんかな？後ろ姿ながら似てるなーって思う。頭の形とか座り方とかめっちゃ似てる。ファンってすごいな。でもわかるよ、大野くんに見える。のりは陽子さんと娘の真瀬樹里さん。うわーそっくりなんだね、美人母娘だ。千葉真一要素がないね。まんま母親。夫婦だったの？ほっしゃん。なにこれ、そっくり。ほっしゃんの女装やん。左がほっしゃんで右がほっしゃん。同じやないかい。三国連太郎、佐藤浩一、寛一郎。一番右の方は松山健一の息子さん。なんでやねん。三国連太郎の孫はダメな時のルパンみたい。天才でしょ。ダメなウッディにも似てる。なんか色っぽい顔で気になる。何か少しずつ薄くなってきた感じがする。口から顎のあたりが同じだね。だんだん顔のパーツが中央に寄ってってる。おじいちゃんが一番イケメンだな。若い頃の佐藤浩一は右のような笑い方よくしてたわ。年齢を重ねたらどんどん似てきそう。森さん中大島さん。似てるね。もう似てるお通り越し同一人物です。似すぎてて笑う。この写真だと大島さんよりお母さんの方が大島さんに似てる。本人より本人っぽいっていう、追い越してるじゃん。お父さん、のっぺらぼう？こんなに妻に似てたらお父さんは娘のこと可愛くて仕方ないだろうな。妹さんもそっくりだった気が。三人とも似すぎてて爆笑した。みんな愛嬌ある感じが素敵。大島本人じゃん。この時入って笑い止まらない。西郷輝彦さんと辺見えみりさん。目元西郷輝彦なそっくり。辺見えみりが昔お父さんのこと誰か知らない時に、お母さんに聞いたら西のつく人よって、ヒントしか教えてくれなくて、ずっと西条秀樹が父親だと思ってたらしいね。そうそう、それで西郷輝彦って聞いた時は？誰？ってなったらしい。親子だったの、知らなかった。エミリがテレビで家族の話とかするとき似てる彦がとかよく言ってた。昔テレビで辺見エミリが父親が大嫌いって言ってた気がする。これかっこいいよね。もっくんが奥さんを見つめているのがいいね。長男なぜにこんなに背が伸びたのだろうか。映ってない祖先に長身さんがいたのかな。確かシェケナじいちゃんが、年の割には大きいと思う。母親とシェケナベイビーが長身だったと思う。キリンさんも低身長ではない。長女がもっくんにそっくり。似てる。全身黒で黒ロングヘアだけど清潔感もきちんとあって素敵。長男、若い頃のゆうやさんそっくり、遺伝だ。末っ子の方がおじいさんにかな。息子二人の耳が、パパそっくり。なんつーおしゃれな家族写真。南野陽子さん、お母さんそっくりだねー。なんのちゃんそっくり。美人のお母さんはみんな美人だよねー。お母様も南野さんも上品だね。弟さんは無邪気で可愛い。高木ブーさん親子。仲良し親子感すごい。ずっと寄り添って似てきた夫婦みたい。めっちゃ穏やかな家庭そう。きっと、子供の頃は大変だっただろうけど、今は幸せそうだよね。二人とも素敵な笑顔。祖母、マーサ、母の順です。マーサが三人いる。そもそもマーサの両親が夫婦似てきてる。お母さん、マーサの顔を加工したと思った。そっくり。みんな同じ花。マーサが三人いる。三人とも同じ顔。すごい。自分の将来の顔がわかるから良いなぁ。ロッチな顔か。スケベな中岡さんって呼ばれてる父岡。笑ったら失礼だけど笑ってしまう。
やだかわいい。昔のお父さんが今の中岡なの。実はお母さんは美人。古典でお母さん見て驚いた。綺麗な方でしたね。髪質はお母さん譲りらしいよ。桜井翔とお父さん。似てる。そっくりだよね。お母さんどんな感じなんだろう？夫婦で顔が似てるんじゃないかと勝手に想像してる。翔くんの30年後がこれって見方ができる。パパの若い頃はアイドル顔してたか知りたい。これはモテるだろうね。しかも東大卒でしょ？すげえな。パパもアイドル顔、DNA 強。お父様、若いときめたクソモテたらしいよ。これも追加で。唇似てる。首の角度まで似てる。稲葉さんはお母さんと折り二つでお父さんとお兄さんが似ているよ。目はお母さんだけど、口元とかまんまお父さんだよ。この写真だとちょっとおじいちゃん感しか見受けられないけど、動画で見るとお父さん似だと思った。話し方も雰囲気似てる。野々村親子、本当に少女漫画から飛び出してきたみたいに可愛い。演技もうまいよね。パーツも配置も同じ。気づかなかった野々村誠の美形さを思い知ったわ。華やかな顔立ちだよね。お母さんにも似てるよね。お母さんはもっとキリッとしてるけど、渡辺裕太と両親。ザ、足して2で割った顔。よくわからないけどこの家族好き。わかる、なんだろう。すごい芸能人なんだけど親近感湧くっていうか、親戚の集いにいそうな安心感あるんだよね。またこの息子、人の良さそうな顔してるのよね。こんな両親いいよね。男だったら郁恵ちゃんみたいにカラッと元気に怒ってくれそうな人と結婚したいわ。生田斗真、今井翼、山下智久のお母さんたち。斗真と翼お母さんそっくりだね。似てるね、笑った顔そっくり。山 P のお母さんは可愛い。山 P のお母さんミトちゃんに似てる。みんな綺麗なお母さんだね。やっぱりイケメンのお母さんは美人さんなのね。斗真のお母さんは斗真とも似てるし、なんとなく聖の奈々ちゃんとも似て見える。花かな。私ジャニ好きじゃないのに、なぜかお母さんありがとう。という感じになった。ひろみひろみなおみ。気づいたのすごい。ひろみ。母親遺伝子と父親遺伝子が綺麗に分かれてる。次男のひろみ具合が絶妙。いやいや、ひろみが小さくなっちゃったみたいな感覚めちゃめちゃ似てる。イオニの方が一時期出てたよね。クローンすぎない、いい感じのそっくり親子だな。幸せそうでいいなぁ。息子さんたちはそれぞれ性格も受け継いでるんだろうか。たかひろ。たかひろってお母さんにだね。お母さんは文句なしに美人だわ。いやーやんちゃそうな家系ですな。田舎にいるよなぁこういう感じ。確かに。焼肉屋で大騒ぎしてそう。お父さん、父って書いてあるジャケット着てるのかと思った。笑わせないで。山田洋介と父親。え？山田くんってハーフなの？お父さんって外国の方？前に雑誌で、父親はよくハーフに間違われるけど純日本人ですって言ってましたよ。山田洋介の父親はハーフって説があるよ。山田もクォーターって言われても違和感ない顔だよね。山田父って、ガキ塚の今夜が山田の人なの？そんなわけないだろ。この顔なのもクォーターなら納得だわ。一番美形が生まれる確率が高いのってハーフじゃなくてクォーターらしいね。やばい取引してるのかと。テレホンカード類乱人みたいな。東親子。ここ、ファミリー孫含め全員お父さんにだから。親子というか夫婦に見える。石田純一と莉子さんも同世代に見えるんだよね。工藤静香。パッと一瞬どっちが静香かわからなかった。めちゃくちゃ似てる。工藤静香の母親初めて見たけどこんな似てるとは。20年後、静香とここみがまんまこの写真になりそうだな。昔、夜ヒットで後ろ髪3人のお母さんが応援で出てきた。3人の中でもそっくりな親子だった覚えがある。これかな。ありがとう、懐かしい。アップの顔も見たけど、目元がすごく似てるよね。仲の良い母娘って感じがブラウン感からも伝わってきた。親子。第一子は父親に似ることが多いけど、長女は静香に？どちらも美人、すごい姉妹。この画像だとココミちゃん真中なのどっちかに似てる。どっちでもいいじゃん。ココミちゃんはキムタクの弟に似てると思う。ほんとだ、静香にそんなに似てないなぁといつも思ってたんだけど、弟さんめちゃ似てる。何に困ってるの？倉沢厚みわらべ思い出したわ。昭和でごめん。言えない農業って歌いそうだよね。眉周辺の顔筋肉遺伝なのかな。確かインスタライブかなんかで、お母さんのモノマネします、みたいな時だったと思う。吉住さん。このお写真お母さんの眉毛も凛々しくてお母さんにかもと思った。吉住さんの幼少期の写真全部厚がすごい。吉住すぎる。顔がすでに出来上がってる。賢そう。頭と体のバランスが可愛い。吉住みたいな子供って自分の子供だったらなんとも言えずめちゃ可愛いだろうね。母性本能がくすぐられるわ。お母様綺麗。
吉住さんも可愛い。でもこの写真は腹話術のお人形さんに見えてしまう。金太郎。ちょっと、そっくりじゃない骨格って遺伝強いんだね。まんまだわ。金太郎お目目パッチリで可愛い。周りから可愛がられただろうな。左の写真の赤ちゃん金太郎が、今の金太郎の娘と同じ顔、母系の顔面 DNA が強すぎる。京本政樹と京本大我シックスストーンズ。息子の舞台用の宣伝画像メイク声を見たら、そっくりでびっくりした。普段は、似てるけど薄いなみたいな感じ。声そっくりでびっくりした。ファーストテイクでちゃんと聞いたら、息子もイケメンの部類だろうけど父ちゃんの若い頃の美形っぷりのがインパクトあったよ。里見発見伝じゃ一目惚れしたもんよ。山本瑞希。お母さんの頭身がすごい。お母さんスタイルいいな、羨ましい。父が小栗旬にしか見えん。それな、初めて見たけど小栗旬いてびっくりした。お父さんもお母さんも、かっこいいし綺麗だな。顔はお父さんに、スタイルはお母さんにかな。ご両親のいいところ取りだね。三浦さん大久保さん。二人とも母親に、ご本人たち曰く親はブスではなく、ただちょっと顔が四角になったり、口元がもっとしたらこうなったと。すごい。二人ともコントとかで子供抱いてるみたい。三浦さんのアチャー顔かわいい。大久保さんの母ちゃん気になるね。ショコタン。似てることは似てるね。そのまま女性にした感じ。美化が少し長いのも似てる。お父さんすごい美形。ショコタンは上半分がケイコで下半分がカッちゃん。この人の父親って有名なの？中川勝彦って歌手、俳優。美形で色っぽくてかっこよかったよ。南の陽子版の時をかける少女に出てた。ヤマピーじゃない方の白虎隊で起きた掃除役で出演してたよ。むしろ写真の父ちゃんを女装させた方が美形。ショコタンはお父さんに似てるけどお母さん要素の方が強いと思う。確かに。スノーマン佐久間大輔。お母さん国章さゆりか思ったわ。80年代のアイドル顔やね。80年代のアイドルですよ。巨物母親と同グループだった。さっくんは、兄弟みんな同じ顔みたいね。坂井俊二と坂井正明、次女の坂井小春。え、三代顔一緒やん。目のくぼみ具合が。村上虹郎、父村上敦志、母上は、10代の頃はお母さんそっくりだったけど、古老の血みたいなギラギラした役の時はだんだんお父さんに似てきたなって思う。目がめちゃくちゃうわ。虹郎は両親のいいとこ取り。もう離婚してしまったけど絶対おしゃれな家に住んでるんだろうなって思わせる一家よね。虹郎の顔結構好きなことに気づいた。独特な顔なんだけど、演技になんかめちゃくちゃ色気ありますよね。目元が印象的だからなのかな？長男は友和さん、次男は桃江さんに似ている。いや、長男は桃江ちゃんに似てるんだよ。桃江ちゃんの一重っぽい目、すごい似てる。そして次男は桃江ちゃんのお母さんにそっくり。三浦友和にはどちらも似てないと思う。父母どっちも口元がキュッとした美形だから、次男さん見てハテナだったのですが、おばあちゃんに激似でしたか。すっきりしました。こういう特徴的なパーツって、遺伝する率高いんだな。三浦友和の若い頃はそれは男前だったもんね。失礼だけど息子さんどちらも似てないよね。同感ですね。三浦友和は和風美男子だったから息子さん、二人とも似てないですね。今も三浦友和かっこいい。息子はあのキリッとした感じがなくふわっとしてるのよね。それが桃江ちゃん要素なのか、育ちの良さからなのか。江本親子。タスクと時男と名前出てこない、お父ちゃん。江本明さん。江本明さんの存在感すごすぎ。セーラー服と機関銃薬師丸ひろ子の方に出てた江本明の佇まいがタスクと全く同じでびっくりした。お母さんにも似てる。時男は角替えさんにだと思う。お母さんが生前、徹子の部屋に出た時、3番目で可愛くて甘やかしすぎた。って言ってたよ。3人もいたの？一番上に映像関係の仕事してるお姉さんがいるらしい。タスクさんって何か福笑いみたいに右と左の目の高さが全然違う印象。向かって右は悪人、左はいい人、みたいな顔してて半分隠すと脳がバグる。こんなに左右ずれてるのに全体的な雰囲気はイケメン風だから顔立ちのバランスって不思議だなって思う。板尾母もそっくり。似てる、似てるけど写真のせいか黒人ジャズシンガーと言われても驚かない。本当だ、あなたに言われてから板尾母が女性ジャズボーカリストにしか見えない。板尾女装めちゃくちゃハマるもんね。トカゲのおっさんのやつとか、ここまで中野秀夫、中野大我が出ていないなんて。父親はヤクザのパーティーでごまこすったりしてうさんくさいけど息子は何か大物感あるね。似ているのに息子の大我のがかっこいいしめっちゃ好み、チョロはあんまり好きになれない不思議。父親はどっかでこじらせて変な方に行ったもんな。息子は可愛くて味がある。山口萌え。そっくりとは違うかもしれないけどお母さん美人すぎる。ここのお母さんはやっぱり図抜けてる。本当に綺麗。
何度もこの画像見たけど、いつ見ても綺麗って思うよ。お母さん、加工とか何もない時代にこの美しさよ。今まで見た芸能人の母親の中でトップかもしれない。美人すぎる。目鼻立ちも美しいけど、表情まで垢抜けてるというか、本当に一般人ってなる。山口萌え曰く、お母さん若い頃ちょこっとモデルしてたらしい。仏壇屋の社長夫人だよね。ごっこ。ごっこの子供？こんなに大きいんだ。そっくりだね。え、息子？お姉ちゃんと弟にしか見えない。ごっこかぁ。子供がこんな大きいのにも驚いたけど、何よりごっこが健康的になっててよかった。ごっこが二十歳くらいの時の子供だっけ？歌手もやりつつ、こんな立派に子育てしてすごいなぁ。松方弘樹の父、近衛十四郎。弟の目黒祐樹さんも似ているね。いや、目黒祐樹本人だと思ったわ。松方さんも目黒さんも面影そのままだね。犬がとても凛々しい佇まいで好きだわ。映画のワンシーンみたい、いい写真だね。おっさんが4人いる。犬が一番イケメン。中井貴一と佐田啓二。お父さん、中井貴一が3歳の時に交通事故で亡くなってるんだよね。この写真のすぐ後くらいなのかな。切ないようななんとも言えない気持ちになる写真。中井貴一って、有名人の子供だったの？有名だよ。お父さんは昭和の大スターでイケメン。中井貴一さんは雰囲気イケメンだから私は好きだけどお父さんに似てないねって。散々芸能界でがっかりした顔されたと言ってた。ありがとう、ハンサムな中井貴一って感じだお父さん。山ちゃんのお父さんの若い頃の写真見るたび、そっくりすぎて。蒼井優斗の子供はどっちに似るんだろう。山ちゃんは末っ子で、大人になってもご両親に可愛がられてるんだよね。エッセイに書いてあった。三田パン、似ているけどおそらく若い頃のお母さんのが美人。三田さん、ママになんだね。超お嬢様なんだっけ。お母さんも三田パンも上品で美人。やっぱりこういう人ってレベチの世界で育ってるんだな。お母さんの金持ちの奥様感が半端ない。女優家庭の美人。最強すぎる。後天的には身につけられないもの。お母さん女優の域。世の中には絶対に立ち向かえない人種ってあるのだとわかるね。小林家。お母さんとマヤちゃんそっくり。マオちゃん綺麗だな。二人とも可愛い。自慢の娘だっただろうな。ご両親のこと思うと他人なのに苦しくなる。北村和樹さん親子。息子さんはダンサーみたいです。お父さんの顔に似てるけど何より色気が遺伝してるな。こういう立ち姿が様になっているというか、お父さんの濃さが少し中和してるよね。いい男だね。千葉真一と新田真剣佑。真剣佑と郷敦、どっちも日本人なのに母親が綺麗なんだろうな。花だけ。親子の距離がありすぎて、後ろの息子二人が SP か神社の狛犬のような、守り神のように見えてくるわ。合成写真のような質感といい、違和感がありすぎる。いかがでしたか？この動画が面白いと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。